え今日は皆さんに思考実験についてお話をしたいと思います思考実験というのは実験室を舞台とするのではなくて皆さん自身の思考を舞台として行える実験のことですそしてビーカーやフラスコといった実験装置の代わりにある過程を立てますその過程を立てることによって哲学的な問題を純粋な仕方で浮かび上がらせることが可能となりますそれでは早速始めてみましょう 突然ですが世界はたった5分前に誰かに一瞬にして作られたとこのように仮定してみてくださいいきなり「何言ってんだこの人は」というふうな顔をしている人もたくさんいますけれどもどうでしょうできましたかその世界には5分よりも前に存在していたものは全て存在していますそして肝心なのはその世界に暮らす我々もまた一瞬にして5分前に作られたとこのように仮定することです つまり皆さん自身は5分前までの記憶を持った状態でそしてその記憶の中でやっていたことをやっている状態で5分前に作られたとこのように仮定してみてほしいのですこれは確かにあり得ない想定ですですが我々はこの仮定が明確に間違っているということを示すことはできませんまずはそのことを確かめてみましょう世界は5分よりも前から存在していた あなたはそのことの証拠として自分自身の記憶を持ち出すかもしれませんしかし先ほどの過程が正しいとするならばその記憶はわずか5分前に作られたものにすぎませんつまりそれは証拠にはならないのです記憶はダメなら記録はどうでしょう例えば昨日の日付が入ったコンビニのレシートこれは私が昨日コンビニで買い物をしたということを示しているようですしかし 先ほどの仮定が正しいとすればこのレシートもやはり5分前にご丁寧にも私の財布に入った状態で作られたとこういうことになってしまいますさあ困りましたね世界は5分よりも前から存在していたこんなことも我々は証明することができないしかしこの思考実験の目的はそこにはありませんこの思考実験が浮かび上がらせる哲学的問題というのは私が思うに次のようなものです 正しい記憶や記録これを一体どのようにして偽物の記憶や記録と区別しているのかということです普段我々は漠然と本物の記憶や記録というのは過去と一致しているもののことだと考えています確かにそうですよねしかし私が聞きたいのは皆さんは一体その一致をどのようにして確かめているのかということです 例えばです、ね、この写真この写真が確かに私の写真であるかどうかということはこの写真とこの私を見比べれば簡単に判断できます。しかしか記記憶や記録の場合ははそうはいきませんなぜならば過去そのものはもう過ぎ去って目の前に存在しないからです。では一体どのようにして本物の記憶や記録と偽物の記憶や記録を区別しているのかこうして哲学的な問題が浮かび上がってきます。